はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。3月25日、大人クラブのお時間でございます。はい、ガキンジョトモモが寝静まった頃にひっそりと始まる大人クラブ。若干ですね、毒を吐く。吐かないと受けないんで、すいませんけど、毒を吐かせていただきますが、YouTube で結構ね、こうクラシックギターについて、語っているチャンネルを見たんですが、喋ってばっかりで全然音を出さない方いらっしゃるんですね。見てつまらない。はい、まず弾いてみてっていうね。どれぐらいの技量なのか弾いてみて、その上で弦がどうのこうのっていうと説得力があるんですよ。最初にね、オーガスティンがあちゃらこちゃら、ダダリオのプロアルテがあちゃらこちゃらって言われても、まず技量がわかんないと、全くその、なんていうんですか、その信憑性がないんですよね。はい、では、皆さんおなじみのね、ロマンス、禁じられた数字ね、聞いてください。はい、真面目に弾きます。はい、アルペジオというね、グーサー音という、これディアガーツという方のね、アルペジオのためのエチュードというのがあります。これを聴いてください。真面目に弾きます。はい、ダダリオのプロアルテをおすすめします。一般的にはね、私はオガスティのレッドを使いますが、ダダリオのプロアルテはね、すごくライフが長いんですね。で、ここにあるかな、あまり安い弦を使うとろくなことはないです。はい、ダダリオのプロアルテをなぜおすすめするかというとですね、とにかくライフが長いんですね。こういったクロスで弦を吹いてあげます。とにかく、弦を吹いてあげると、まあ相当持つんですよね。こう吹くとね、黒いものがつくんで、指の油とかですね。はい、吹いてあげます。とにかく吹き吹き吹きと。で、ギターさんは寂しがり屋なので、とにかくいじってあげることですね。あら不思議、吹くと音が良くなります。とにかく吹いてあげます。吹き吹き吹きと愛情を込めてね、吹いてあげます。で、よくギターポリッシュとかね、売ってると思うんですが、特に必要ありません。ギターさんにお靴にもですね、塗るといいのがこちらの、ワックスです。はい、こちらね、こういったワックスをギターさんに塗ったくってあげます。はい、ギターさんはですね、基本的に油がないと、なんていうんですかね、表面が乾いてきちゃうんで、こうちょっとクロスにとってね、これ靴に塗るクリームなんですが、こういったものをですね、塗ってあげます。はい、ふきふきふきとね、
ふき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 とにかく拭きます。拭いてあげます。はい、拭いてあげます。はい、さらっと拭くと、はい、ほらびっくり、ピカピカ、わかります？木目が綺麗でしょ。これ1976年のヤマハなんですけど、ピカピカ、はい、これストラトキャスターはね、割とあのバッチくてもいいんですよ。ストラトキャスターなんで、たかがこんなものはこんなのたかがストラトキャスターなんでね。で、私のストラトキャスターはここがやたらと削れるんですね。こう擦れるんでね。あのレッドホットチリペッパーズのジョン・フルシアンテのさんのギターも、まあ、汚いですよね、本当に。たまには磨けこらと思うんですけど、今日のトラックライブはですね、ちょっと若干毒を吐かせていただきました。あのまず弾いて自分の技量を示して、その上で脳書きを垂れる。そうじゃないと何の説得力もないですよ。出てきていきなりね、あのじゃあ弦について語りましょうって言われても、あなた誰ですかとから始まるんですよ。見たことも聞いたこともないギタリストですよねっていう。まず現代ギター社のね、史上最も偉大な100人ぐらいに入る人がどうのこうの言うと説得力があるんですけど、聞いたこともないギタリストにクラシックギターのこと言われてもね、何の説得力もないんで、まず弾いてみせてください。その後でどうのこうの言ってください。これが基本だと思います。私たちもそうです。教える際にね、これぐらい弾けますよっていうのをまず見せて、あ、なるほどね、この人になったら習っていいかなって。だって自分より下手な人間に習いたくないでしょう。ねえでクラシックギターで負ける気がしないですもん。誰にも負ける気がしないですよ。はい、そういうもんです。そうじゃない、それぐらいに自信がないとね、クラシックギターなんて弾けないですよ。クラシックギター誰にも負ける気がしません。はい、私は、はい、今見せたようにね、はい、その人が言うんで、ギターはヤマハがいいです。ヤマハがおすすめです。いろんなところからギター出てるんですが、ヤマハが素晴らしい。なんとですね、まあ、ちょっとこれは若干高いんですが、島村楽器さんの3万8000円で出てますね、ヤマハのクラシックギター。びっくりじゃないですか。ヤマハってすごいメーカーですよね。ヤマハすごいです。というわけで本日のトラクラブなんですが、脳書きを垂れるですね、クラシックギタリストがスペインのギターとか勧めたりすると思うんですけど、スペインのギターなんてろくなもんじゃないです。だってスペイン人が作ったんだから、スペイン人がいいものを作れるわけがない。はい、一昨年かな、ドイツと、スロバキアでもらったんですがね、普通にスーパーマーケットにギターがバーンと置いてあるんです。お肉とかの横に。で、と思って、5000円ぐらいで売ってるんですよね。ギターなんてそんなもんです、値段。本当はね、それを高い値段で売るわけですよ。アコギな商売ですね。ただ楽器屋さんはすごい。楽器屋さんに並んでるギターってピカピカでしょ、どれも。ね、まず気をつけていただきたいのが、胸に例えばね、金属製のチャックなりがついたものでギターを試奏する、これ絶対アウトです。そういう際は必ず布、私はマフラーを巻いてることです。こうかけて、そしてギターを持つ。そうするとギターに傷がつかないわけです。これはね、最低限のマナーですね。お食事の時にね、フォークとナイフを使う時、前にこうエプロンするとかね、そういうのと同じで、必ず布を引く、そしてギターさんを引かせていただく。これがもう基本です。というわけで、ろくでもないギタリストの、チャンネルの脳書きを聞いても時間の無駄なので、必要がありません。はい。脳書きばっかりで、いつになったらこの人ギター弾くのかなっていうチャンネルあるんですよね。でも意外と面白いんですよ。そういうの見てると。なるほど、わかるわかるみたいなね。頑張ってください、皆さん。順番の問題です、ただのね。先に弾けば、
信憑性が増すというお話ですね。クラシックギターを愛する皆さん、共にね音楽を愛する人なんでね、まあ、悪くは言いましたけど、愛すべき友だと思っておりますので、共に頑張りましょうっていうことで、これオチになってるかな。3月25日大人クラブでした。若干毒を吐かせていただきましたが、クラシックギターが弾けるとね、ロックギターっていうかエレキギター弾くの簡単なんでね、ぜひクラシックギターから学ぶことを強くお勧めします。それではギタリストの竹下敦がお伺いいたしました。 See you next time です。おやすみなさい。寝ないけどね。